部長です。つむぎだよ。今回からハンター X コードネーム T をやっていくよ。完全に気分転換だな。気分転換というか、今すぐにしたいゲームってのがなくて。まあ例年5月は割とな。なんだよね。しかしこのゲームは続編だろ。ちなみに制作に上がるハンター X は見くり。その状態でやるのか。まあ優しいで進めるからいけるでしょう。こいつが主人公か。イヤゲームのイラストだと全然違う気が。それに時代もなんか違うみたい。となるとこれはいずれ繋がるでしょう。そうそう、こっちがイラストにあった主人公ってことだな。唐突に始まりそうだな。このゲームはあんまりストーリーはない感じみたいだよ。なんで純粋にアクションを楽しむみたいな。そういえばジャンルはメトロイドバニア。ということは探索要素もあるのか。まあそれも強くなるためのって感じだろうけど。キーアイテムがあったりとかそんな感じじゃないの。ほんと主編だからおそらくとしか言えないけど。やっぱ優しいだけあって敵が弱い。それでいいのか。気分転換だし、あんまり無理するのもね。この辺はチュートリアルだな。確かこれが無敵ならいいけど。試してみないとな。カルマか。経験値みたいなもんだね。そういえばレベルの概念はあるのか。あるみたいだよ。ここしゃがみの練習じゃないの。普通ダッシュで後ろに逃げちゃった。手ダッシュで裏を取れない。習い道のため今はそうなりそう。今はか。マスキル取ったりすれば変わるようだよ。そういやスライディング今は攻撃性能もないみたい。しかも距離短い。まあこれもいずれはか。となんかスキルっぽいのが必殺技か。説明来たね。ゲージのところの青い玉が MP らしいな。それが溜まると必殺攻撃が出ると。派手なのが出る感じか。どうだろう。それも機会があれば。今度はガードだな。この難易度だとなかなかガードはな。デビルウィズインみたいなガードだな。まあシールド持ってるわけじゃないからね。それがストガードでなんかできそうな気もする。そういうのはないな。と今度はコーションかな。だな。十字キーの上でしようね。他にも消費アイテムがあるようだな。それもコンボ出てくるだろうな。とここは登れないか。なら他のルートを探さないと。そういえばマップはまだこの時点では見方が分かってないんだよね。まあチュートリアルみたいなところだからそこまで複雑じゃないからいいけど。まあそのうち説明が来るってことだ。だね。とここはさっきのところね。危ない。攻撃がすり抜けてる。接触ダメージがないのはありがたいね。で宝箱。また別系統のアイテムが出そうだな。銀の指輪。装備品か。メニューから装備って感じね。早速。ここにマップはないのか。それも待ってよ。とりあえずアクセサリー。さっきの指輪を装備だな。ほんと少しだけ防御力がアップ。でもないよりましたな。ほんとそれだけね。とここは降りることができるか。操作はほんとよくあるメトロイドバニアと同じだな。だからこそサクサク進んでるのはある。でこういうのでレベルアップか。で今回は方針あるのか。基本的には攻撃力中心で上げていくかな。難易度考えるとそれもありか。スムーズに進めるためにもね。それにこの時点では他の能力を上げてもってのもあるだろうし。だな。で欠点にカッソル当てたけど当たらない。
これどうすれば確定になるんだ。あ、決定ボタンでいけたか。それだけでよかったんだ。てか画面の決定が紛らわしい。確かにな。マス操作としてはシンプルでいい気もするけど、しかしこれステータスの振り直しはない感じだな。そこは意識してレベルを上げよう。とこれはスキルアップの説明か。くさび石ね。それを使ってスキルってことだな。これも後で。デポータルか。ファストトラベルはちゃんとあるようだね。これなら雑に探索しても問題ないな。だね。まあこの難易度だからってのはあるけど。そういやさっきセーブもできたようだが。くさび石の説明に気を取られてしとこねてる。トカリーの説明が来た。ジャストガードでってことだな。自動反撃はないみたい。お、狙ったのか。キャンセルにならない。これはうまくいった。そんなにシビアじゃないね。よし、また狙ってみよう。ダメだな。2発使っただと厳しいな。やはり攻撃をキャンセルできないな。タイミングを見るしかないな。キャンセルのスキルで解禁されればな。せっかくだし回復させておくかな。妥当だな。さっきセーブを取り損ねているし。そのことについては気づいてないけどね。ここれなら左を。これ下に向けての落下攻撃は今のところは使えないみたい。となるとこれもスキルかってなるんじゃないかな。とポーション2つ目。なんか展開が早いな。まあ最初から3つ使えるとかじゃないし、それもあって早めに2つ目くれたんじゃないかな。そういう考え方もできる。まあ悪くはないよ。それはな。しかし部屋を切り替えるたびにいろんなものが降った。すでに行った場所かの判断は難しいね。やはりマップを早く見れないとな。さっきも言ったけど、まだこの時点ではマップの見方が分かってないからね。まあメニューにもなかったしな。うまくありまあ、タイミング測りやすい敵だからね。やっぱマスみたいな。これ試したのか。なんだけどスタート、セレクトボタンあたりではないんだよね。で、開いてしまったからスキルか。と、ここにラッシュが無敵になるスキル。これ今取れるのか。いけそう。これはありがたい。で、あと一つも言っておくか。と、こっちにしよう。スライディングに攻撃判定だな。よし、出だしとしてはいい感じに。これさっさとやっておけばよかったな。ただ本当初見だからそこまでわかんないよ。まあだからこそ面白いってのもあるけど。気づいた時の感動とかな。それは初見でしか味わえないからね。お互い近すぎるとか危ない。ちょっとこの辺調整ミスっぽい。結構長いな。やっぱマップ見てないと長く感じる。見てないせいで進んでいる方向が正しいかわからない。だね。オンパレーを切り替えるだけで全部勝ってるの。ちゃんと記憶すればいいんだろう。それきついって。気楽にできないじゃん。飛ぶ気を手に入れたようだな。とりあえず変えてみようか。さすがに雷剣だけあって攻撃力は強いな。その分攻撃モーションがってことなんだろう。まあそうなるんだろうな。それでも使う価値があるかはやってみて。だな。うん、実際に敵と戦ってみないとなんともだな。あとはひるんでくれればな。それはあるな。ただ敵が複数いるときついのは間違えないな。やはりダメージは出るな。というかちゃんとよく下がった。
攻撃が届かないか。ちょっとそれはきつい。この場所ではきつい。でも若干遅いからから無理し。ダメだな。これなら元に戻した方がいいな。戻してもそこまで苦労しないだろうしな。むしろこっちの方が早く進めそう。やっぱ快適。敵もこれぐらいの強さだね。そういえばダッシュで裏を取れるようになったな。さっきの敵だけじゃなくて敵もすり抜けられるのがいいね。それができるだけで攻撃機会を圧倒的に増やせるからな。だね。これなんか戻ってない。大丈夫だと思うけど。何しようとしてる。まだこの時はマップを探してる。まあ気持ちはわかるな。でやっぱ戻ってん気がしたんで。これマップ見れないの本当きついな。やっぱすでに通した場所は敵のアイテムも消えてほしいな。まあマップさえあれば関係ないだろうが、昔はこういうのばかりだったな。昔話すると年寄りっぽくなるよ。実際に年を取ってるからしょうがないだろう。そうだろうけどさ。とこれは新しいところに抜けられたかな。そしてようやくマップか。おたんの LP とか気づかないよ。確かにアクションに割り当てられるのは多いからな。でこれがマップね。ようやく安心して進めるな。行ってない場所もあるけどとりあえず右へ。そこまで困ってないしな。それにキーアイテムっぽいのはちゃんと手に入れてるだろうし。だな。そして今取った装備、攻撃力アップか。ここは確実に順路だろうな。でこの雰囲気ボスか。おいね、ゲージも出てきたし。初っ端ぐらいはやられたくない。それはあるね。それにやられたらどこまで戻されるかわかんないし。粘るんじゃないぞ。だな。とやばい。粘るんじゃないぞ。ちゃんとモーション見ないとな。とりあえず青取る。タイミングで裏をして思ったのが強化が効いた。新しい攻撃来たね。でもかなり隙が大きい。この攻撃今ので必殺攻撃か。ちょっとイマイチ。大振りすることで攻撃力を奪いって感じだね。よし、ここで行けるか。ダメだ。でももう終わり。割とうまくやれた。初見にしてはね。とここでセーブポイント。そしてオカルトとあるが、これが魔法みたいね。そんなのもあるのか。とりあえずセーブしないと。今のでセーブか。してると思うけど。でレベルを上げよう。やはり攻撃力か。まだまだいける。スタミナも上げておくか。集中力もか。そこはなんとなくだけど。まだいけるぞ。これでいいかな。悪くないんじゃないか。まあこれだけポンポンレベルが上がるなら。気にしなくてもと言いたいところだが。能力の振り直しに関してはか。特サビ石も手に入ったんだった。ここで一気に取るか。それぞれ一つしか消費しないなら全部取れるかな。で全部取ったら右の大きいアイコンののか。線が伸びていってるしね。まずはこれを取るか。よし、これで右のアイコンのスキルだな。情報がまだわからないとあるけど。どうした。小釜を埋めてから。これで。どうした。いや、取れなかった。
これでどうだろう。あれ？取れないのか。なんでだ。また条件が満たせてないってことだろう。さすがにバグじゃないよね。すでに発売されて数ヶ月経ってるゲームだしな。これがバグだったらとっくに修正されてるか。おお。で、新しいキャラが。これはいいんじゃない。空中ダッシュか。これで移動も結構いい感じに。これだと2段ジャンプもそのうち来そうだな。ぜひ来てほしい。じゃないと高いところがきついし。それがあれば大剣でも立ち回れるか。その可能性は上がるよね。これはわけのわからない会話だったな。ほんとストーリーはおまけなんだろうな。これはチュートリアルとは違うな。このゲーム、こういうのでストーリーを把握しろってことっぽいな。あるあるだな。で、このエリアはここまでのようだね。と言っても半分も行ってないみたいだな。それはアビリティが揃ってからでもいいんじゃないかな。メトロイドバニアだしな。で、新しいエリア。砂漠の要塞か。これ場所だけではなく時間も超えてる感じか。話の感じだと戻れるんだ。でこのまま右へか。まあどんどん行こう。敵はそこまで強くなってないな。体力面はね。まだ攻撃を食らってないから何ともだけど。これは画面奥の大砲から撃たれているようだな。これが環境ギミックって感じかな。そして新たな敵。こいつも大したことじゃないな。だね。遠距離攻撃が来た。毒か。状態異常あるんだ。しかし分かりづらいな。もう回復したのかな。まあいいや。これは上と下。上から行ってみようか。必殺攻撃なら一撃か。ただ MP 消費しちゃうからな。ここでまた新しいのが来た。さすがに見てると攻撃しづらい。そういや空中での攻撃一回までなんだよね。なんでまとめてダメージ取るのがきつい。しかも結構体力あったな。確かこの先にもいた気がだな。うん、パリーにあったか。でも失敗。これは成功だ。でもまた離れちゃったよ。よし、ま、回復しとこう。へばるんじゃないぞ。と右の黒い隙間機になるな。これ隠しか。あっても不思議じゃないね。ちょっと探してみるか。この下だけど降りることはできないようだな。あとはスライディングとか。
ダメだな。あってもこの部屋からではなさそうだな。そしてセーブポイントか。ここは短かったな。まあ回復してくれたし。でレベルアップだな。我慢する必要もなしね。じゃあやっぱり攻撃面を一気にそこまで上げるかの方がね。まあその方が進めやすいしな。でしょ。でポータルの確認。そういやここは二つ目だったか。やらないけど戻れそうなことは確認。よし行こう。いやその前にスキルか。ここでやめることも考えたけど、まあ時間的にもいい感じではあるな。だけどもうちょっとしようかと。楽しくなってきたか。それはね。これで空中で2回攻撃できるように。そういえば使用するくさび石が2つになったな。とこれは取っとかないと。攻撃キャンセル後のガードか。攻撃キャンセルの方法がまだ把握できてないけどね。でここからはどれを取るか。これとかは面白そうだが、ただ必殺攻撃なんだよね。であと2つ。くさび石が1つでいいやつならね。これはありな気もするな。ポーションの使用速度か。これもこれでありだし。そういえばこのゲームスキル全部取れる感じか。そんな感じはあるけど、でもそれレベルが最大までいってでしょ。それはな。とはいえどれが有効かはまだ分かってないんだよね。まだとかそういうレベルじゃないと思うが。確かにね。初めてに10分だし、とりあえずってところだな。じゃあこれで進んでいくか。少しは進みやすくなったはずだな。とはいえ敵がそんなだからあんまり感じないだろうな。どうした？いやマックね。これなら左から埋めるかな。確かに行き止まりの可能性が高いな。アレイベント来ちゃった。チュートリアルか。敵の炎を破壊ね。こういうことか。ふむふむ。このサソリなら普通に攻撃していても大丈夫のようだな。しゃがむ必要ないのは助かるね。で続けてイベント。待ってよ。負けないんだから。こいつもボスか。そんな感じが。ゲージやるし。こっちと同じスキルを持ってそうだな。やっぱ近いと使わない。とこれは通してもらうよ。ちゃんとモーション見た方がいい。分かってるけどなんかね。難易度を優しくしたせいだな。後ろに下がるあたりちょっと面倒。ガードでもちゃんと防ぐ。本当はパリに会いたいところだけど。強化が入ったか。それっぽいな。邪魔しないでよ。でなんだ。そうか。でそれどころじゃない。やられる。あと1回は大丈夫だな。とりあえずポーションで全回復じゃないことは分かった。でこの攻撃はまずいな。連続でヒットしてしまったな。かわし損ねた。おいおい、やられたくない。ちょっと厳しいんじゃないか。あと一撃でやられちゃうか。距離を取ってやり始めた。さすがにここまで来たら倒しておきたいじゃん。この攻撃が終わったら。追い込まれてから意外にやれたな。やっぱ集中すれば。なんか一気に話が飛んだな。まあ会話して保管しろってことでしょう。話せるみたいだし。何？大した情報は得られなさそうだな。確かに期待できないかも。聖女か。この先の部屋ね。とこれはスキルの振り直し？そのようだな。だかでもスキルの振り直しは可能なことが分かったな。
能力はやっぱ無理か。その前提で考えておいた方がいいだろうな。だね。では聖者様の方に。そのまま左だろ。で、行き止まりになるのかな。浮いてるし。神のお導きです。で、ここで何を。よくわからないままイベントが終わったな。また話して保管でしょう。手設帳再設計って。どうやら能力の方も見直しできそうだな。なら心置きなく好きに振ろう。で、話の方がだが。まあ一応聞くけど内容は薄いだろうな。それはな。で、話としてはこれが最後。あとはショップみたいだしな。で、終わりね。で、アイテムは。ありがとうございます。全体的に高そうだな。その分集めやすくはなってるんだろうな。これは何だろう。強化用のアイテムか。強化か。こっちは消費アイテムだな。オス戦に向けて持っておいた方がいいって感じのやつか。だな。機関石は一つ買っておいてもいいかもな。そんな感じだね。と言っても今カルマがないから無理だけど。じゃあ今回はここで終わるかな。まあ時間的にもいい感じか。初回でボスに対応撃破したのも。ストーリーが薄いからね。こんな感じなら結構終わりまで早くたどり着けるかも。